おはこんばんちは、春川龍でございます。ファーゼストフロンティア、マップのがと角から山岳都市第10回目やってまいりたいと思いますと、前回ですね、やりきれなかったティア4へのアップですね、ここで投擲度を上げて大きな住宅をもう6軒7軒だっけ、そのぐらいこっちで構築すると、それプラス食料ですね、プラスというかそのためには食料の種類ですね、この辺がなんかダメなんですけど、3種類、2種類しか入ってない。多分、豆って野菜と同期なんですね。なんで、パンって野菜しか入ってないんで、やっぱりお肉だよね。というところで、お肉の生産をアップさせるために牧場1個追加したところまでということでございますと。ね、食料は厳しいのは、厳しくなりそうなのは、ね、ここの4つ畑潰しちゃうと変わらないので、あちらの分もね、こっち追加しながら、建物が建つの待っていこうかなと思います。今ね、ここ移築作業をしておりまして、これの移築が済んだら学校ここにボーンって建てて、それでちょっと公的ともう一回見てみます。多分もう一個公園作んないとダメそうな気がするんだよね。って感じですね。はい。あとはね、敵は万坂来てますが、今のところ撃退中。そろそろ正門が危ないかなというところでございますので、矢倉建てとこうかな。っていうところかな。ただちょっとね、お金が若干厳しくて金も掘らせていますがってところ、今んとこ収支が年かプラス1000から1500ぐらいっていうところかな。うん、もう一個作ったんだけどね、ここ金のインゴット作るところ、それでもちょっと厳しめなので、で若干金鉱石が減ってる状況、608、うん、2箇所、3箇所作ったんだよね。今まであるところがここで、で、もう1箇所ここに増やして、で、ちょっと動画では撮ってなかったですけど、少し離れたところにですね、金鉱発見したんで、どこだっけな。あれどこだっけな。こっちか。ここですね。ここと、ここが、ちょうど真ん中どっちも掘れるところにですね、もう1個作ってるんで、ちょっと離れてるんでね、掘ったて小屋建てましたけども、これ使いながら増やしてはいるんですが、あそこちょっと遠いんでね、なかなかにって感じ。はい。で、あとはね、ここも木の壁に囲い、木じゃないや、石壁にね、更新しながらやっていこうかなとかですね。今回はね、そういったところの細かい作業の下準備整えまして、いよいよこの、プチ砦前のこっち側ですね、の防御もどうやっていこうかなっていうのをやりながら考えていきたいと思いますと。その他はね、まあまあ順調かな。うん、やっぱほんとお肉少ない。パン屋1個ね、プラスあったんだけどね、なかなかって感じ。うん、砂もちょっと厳しいかな。1箇所じゃやっぱり、ガラス工房フルマックス、なんですよね。これに追いつかないんですよね。砂の供給が。うん。その辺も見ながら今日はやってまいります。さて、今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。はい。144年目ですね。ようやっと、こちら、学校ができて銅像1個。もう1個ね、ここに作ってますが、祭壇か。なんだっけ。祭壇だね。まあ、アップグレード中ですが、まあ、効果は出てるはず。で、これでね、大体65%以上が、1、2、3、4、5、6。6。件か、これが上がったらもうちょっと増えるかなっていうところなんで、これで必要最低限は公的度はクリアしたかなというところで、25件中、18件と、多分食料がなくてまだ行ってないっていうのがもうちょっとあるかなと。で、今ね、食料を、微調整しているところ、全然増えないな、ご飯が。まあね、一つですね、多分なんですけど、パッチが当たったと思います。こちら牛小屋なんですが、もう一個さっきこの前建ててすぐアップグレードしてやれと思ったんですけど、なんと、アップグレード条件がティア4に変更になってますね。はい。で、それに伴いなして、多分牧場のステータスがリセットされてまして、またですよ、20頭いた飼育頭数が4とかになってまして、みたいな。またあれですよ、あれ。多分、まあ、この辺の牛小屋じゃ畜舎のアップデートが入ると、飼育頭数、減らされちゃうみたいですね、一回一回。
まあいいんですけどね、このぐらいは。まあそれも相まってですね、食料が非常に苦しい。まあお肉がね、屠殺で取れなくなってるので、こっちはね、今ちょいちょい買いながらやっと10頭に行って、こっちはまだまだなんですよね。まあ屠殺早く始められる方から満タンにしましたっていう感じですね。うひゃー、厳しいよで、こちら。まだね、全然完成してませんけども、石壁で囲う指示は出しました。ですね。こんな感じ。まだちょっとこんな途中だけどね。あと、まあ、あとここの二つが、あと残ってるかなぐらい。あと、あそこの二つはですね、お肉の具合と、あとここ、新しくできたのが、動いてくればあそこも消しちゃおうかなと。で、ようやっと、富士砦前の、防御のね、ヌーンを始めていこうかなというところ。この辺もまだやった、放牧始めたばっかで、頭数も少ないんで、まだ肥沃度は上がってないんで。あともう2面 12×12 が増えるというところでございます。あとは食料だね。やっとここまでこぎつけた。あと食料。あと食料で。ティア4に行く。よしよしよし。順調。はい、じゃあそんなところでございました。はい、148年目の春ですね。あと、ティア4まで、大きな住宅が、あと4軒。もうね、ここだけど普通に行ってんだけどね、ほんと食料がさ、さまよってんだよね、こいつ。何やってんの、これ。家に備蓄しろよ、ご飯。入ってないだろう、瓶野菜しか。もう全然入れてくんないんだよね。これなんかあんのかな?こいつもね、お肉、干し肉とかが余ってミルクとかもあるのに入れに行かないんですよね。チーズとかもね、全然入ってないんですけど、入れに行かないんですよね、市場に。この辺がいまいちだよね。動いてくれないんだよね。まあということで、ね、ちょっと足しました。行かなかったところも行くように調整して立てまして、それでもまだ、もう一息かな。この辺も、結局ご飯が、あ、この一つ上がるんじゃねえか?こいつもご飯。っていうところなんだよね。微妙。この辺の微妙なところがなかなかって感じ。でね、こちらの畑の方もですね、ようやっと外壁がこれで全部埋まったかな?埋まりましたね。はい。畑も、石の壁で覆いまして。あと、ここの畑を2つ消すだけ。もうちょっとかな?ここに今、牧場にしてますけど。ここはもう少しして畑になったら、そこも潰して、いよいよ、こちらのプチ要塞の、この辺かな?防御用のなんかね、考えてやるっていう感じですね。まあ一応仮で、ここに壁作りました。多分ね、この辺の隙間から乗り越えられちゃうんですけど、とりあえず仮ですね。はい。まあここから来て、まあ避けなくても、まあ避けるやつもいるし、多分叩くやつも出てくると思うんですよね。石壁だからどうだろうって感じですけども。ちょっとこんな感じです。まあそんなところでね、仮でこれでどういう動きするかなっていうのがちょっと見たくて、今回ですね、襲撃者、略奪者か。78人、もう80人規模ですよ。人口361人。まあまあの人数。で、完全にこの角から来ますね。この子たちは、この石壁を叩くのかな?やめてほしいな。はい、じゃあそんなところでございます。それではバトル、行ってみま、ああ、ちょ。危ない危ない。はい、集会所ポチッとなと。それでは、バトルスタート。です。まっすぐ。これだったら壁叩かないんじゃないかなって気がする動きですけど、どうですかね。壁叩かないね、これね、多分ね。こっちも。78人って書いてある。多分80人クラスだと思いますね。多分、勝者もあるようなクラスです。規模ですけど。勝者は見えないね。これ、門叩くかな?あ、叩かない。お、クマさん参戦。
クマさんが、略奪者の、盗賊を引っ張った時に、あらららららら、ここみんな叩くの、これ。あら、ここ叩きた。本当に引っ張ったきたいんだよ。もう壁叩きたくてしょうがないんだな、君たちは。どうすっかな、これ。こんな壁叩かれるとは思ってないなぁ。マジか。マジかよ。これみんな壁叩くのこれ。めんどくさ。どうすっかな。もう壁やめるかな、これ。作っといてなんだけど。これみんな壁叩くの、マジで。まあ壁叩かない組はまあまあ正門行くよね。なるほど。いや、ここまで壁叩くとは思ってなかったわ。めんどくさ、直すの。まあ壁叩いてね、被害がないんだったらいいんだけども。どうするこの壁。いらないのかな。いやー、どうすっかなー。困っちゃったな、これ。こんなに壁叩くとは思ってなかったなー。いやー、こんなに壁叩くとは思ってないよ。どうすっかなー。戦闘が長引いてしょうがないな、これ。これ、めんどくせえなー。どうすっかなー。防御面どうすっかな。これは考えもんだぞ。ね、こんな畑の周りに防御面を構築しようとは思ってないので、どうしたもんかな。まっすぐ行けるよ、君たち。どうしよう、壁なくすかな、これ。壁なくしたらどうなんだろうな。まあ、族たちはそこに壁があるから叩きたくなるっていうのはよくわかる動画ですよ。ああ、牛がもう、うわあ、牛がいっぱい外出ちゃったわ。めんどくさい、どうしよう。な、石壁になったからね、防御力上がったから。壁叩かずにまっすぐ行くかなと思ったけど、壁叩くんだね。どうしようかな。これ難しいね、これ。分かったよ。いらないよ、壁。もうせっかく作ったのに。もういいよ、壁いらない。あれ。危ない危ない。危ない危ない。あれ？まあ壁取っ払うかいらないよね、じゃあ、こんなんじゃ。いやー、動物に食われまくるな、これ、多分。だけ。どうすっかな。とクマも来るんだよね。クマも余計クマ来るんすよ。余計クマ来るんすよ。なのでね、ちょっとどうしたもんかね、これ。俺はどうしようかね。まあまあまあ、多分、敵はね、二手に分かれるような気がします。分かれるよね。律儀に道歩くの、君たちは。ここね、ちょっと届かないんですよ。律儀すぎでしょ。分かったよ。道作ってあげるわ、じゃあ。わざわざ遠回りして道を歩かないのか。いやー、そんな動きするとは思わないなー。いやー、そうですか。いやー、これは考えもんだなー。これは考えもんだぞ。
これは考えもんだ。もうこれで終わったかな。襲撃は終わりですね。はい。多分いないと思うけどな。あとこの辺がヒート終わり。だって兵戦勝だから硬いのか。ああ、助かっちゃったね。はい。こんな感じでございました。いや、これはちょっとは、ひどいな。いくらなんでも。ほぼほぼ全て壁引っ張ってたからな。いや、もうそしたらもう完全にね、あれでしょ。もう。これで、この、狩猟小屋で守るしかないね。いや、こんなになるとは思ってなかったわ。どうすっかな。重いね。あれ？ここでいくか。いやー、これはどうすっかな。狩猟小屋じゃ守りきれんぞ。まあいいや、移動してからだね。いや、こんな動きをするのか。ちょっとそれは聞いてないな。もう狩猟小屋で畑を守るしかないね。もう牛は、もう牛が逃げ回るのを諦めるしかないかな、これもう。しょうがないよね、もう。どうしようもないよ、これ。いやー、こんな動きをするとは思ってないですよ。まあ、しょうがない。ちょっと考えない。もう、ある程度畑、動物にやられるのはしょうがないと。いうところですかね、もう。いやー、さすがにあんなに引っ叩いてくると思ってなかったな。いやー、しかも、ここ、律儀に道こうやって取ってくるとも思ってなかったな、族が。うん。届く範囲に置いとかないとね。わざわざ。これは、むーむーむー。レポートが来てます。67人来て41人倒して、2人やられて7個の建物。これは壁ですね。最初ね、75人って書いてあったから、もう一回来ると思いますけども。あとさ、これ木の生え方が非常に変わってて、ここを植林してたんですよ、全部。全然違う話でごめんなさい。植林したとこにね、また同じカシの木生えるんですよ。何もしてないのに。これ、もう木がね、溢れ返っちゃって7800とかなんですよね、これ。これ一回植林したらずっと切っても同じところに同じのが生えてくるようなシステムになったんですかね。どうなんでしょう。ちょっとわかんないですけども。しかもね、いい感じで生えてくるんですよ。この一個の漏液場じゃ全然、さばききれないほど。もうだからもう木いらないから。漏液場はね、違うところに今、石掘らしに行ってま、行かせてますけども。いやー、はやー、っていう感じですね。まあいいんですけどね。もうティア4さえ行ってしまえば。まああとは人口の問題なんで。食料さえ困らなければいいんで、動物に食われる前に大量に作ってやればいいんだろうこの野郎みたいな感じですね。はい、はい、あとはじゃあもうちょっとね、レポートもう一つ来るはずなんですけど、あれだけど終わりかな。もうちょっと待ってみましょうか。でレポートは来ないですねレポートは来上がりません。なんでまあちょっとね、ティアフォーに上がるまで飛ばします。はい、それでは153年目の夏ですね。ようやっと、もう済みですけど、ようやっとティアフォーに上がりました。これやったぜ。でですね、もうやっちゃいました。いろいろと。貯蔵所が精錬所になりまして、鍛冶屋ですね。が両方とも鍛冶屋の工房になりましたと。で、こっちの金も、精錬所になってると。で、新たにビールを建てて、で、製材所もう一個増やして、で、ここと、ここと、ここに監視塔ですね。もう作っちゃいました。で、ティア4に上がりましたので、井の一番で、これですね、弊社が、あれ、砦になってもフルマンター24人ぶち込んでおります。はい。ね、射程も、多分攻撃力も上がってんじゃないかな。射程も上がりましたね。ここの辺ぐるっとカバーできるようになりましたと。で、あとは劇場。
劇場もこちらティア4に上がりまして、大劇場に流れましたね。でですね、そうだ、酒場が1箇所、2箇所、あとどこだっけな、あとこっちに、まだできてないや。ちょっとね、板が足りなくて、もう一気に作りすぎて板が足りなくなっちゃった。で、こっちのね、町も少し増築して、合計400人入るように調整して住宅建てました。で、あともう一個はここだね、まだできてないけど、酒場がもう一個と。で、あとこっちの牧場も、ね、大牧、畜舎にして、もうフル満タンで20トンになるように調整してると。で、牧場もですね、こっちの脇に移しましてですね、こっちを、まあ畑にしているというところですね。今まだまだ 12×12 なんで、多分1年ぐらいかかるかな、もっとかかるかな。なので、ここも、あれができた瞬間にこの辺も消すと。まあ、食料もね、400人いて7分の3。まあ、これ消すとちょっと厳しいかなというところ。ようやっと、準備が整いました。あ、大劇場になったんで、早速これ、こうできて92とかすげえことになってんな。次に上がるのって何なんだ ?85 倍以上か。へえ。で、あと、家具がいるんだ。家具なんか1ミリも買ってないのに勝手に上がってんな。なるほど。ちょっと家具作ってみようかな。ああ、違うか。もう人がいねえんだ。人がいねえ。大学17人で、あまりか8人しかいねえ。25人しかいないですね。で、人口割合的には、青少年73、子供37、幼児23なので、もう少ししたらね、人が余ってくるんで。人が待ってるから、労働者に当てがわれる人が増やすことができるので、したら家具作ってあげてもいいかな。もう木が大量にあるからね。でね、製材使うのか。そう、製材所も2つに増やしてフルマックスで稼働させれば、板も大量に余分になってくるかなというところですね。やっと上がったよ、ティア4に。やっとね、前回は、ティア4に上げて、山城の時ね、終わらしてますんで、実はこの砦の強さ、全く見てないんですよね。なんでちょっとね、この砦の強さ、ちょっと楽しみですね。24人ですからね。で、大型道具も、ほぼ大型道具装備してるかな?防具がね、ちょっとまだ変えてないんで、劇場とか、タウンホールでね、一気にグレードアップ、ティア上げるのでお金使っちゃって、今、3700の3000が6000ぐらいしかないかな、今のところ。ちょっとね、お金がない。ただ、地上像をパワーアップさせてますんで、砦に24人入れてもですね、お金は、年いくらぐらいだろうな、1000円から1500円ぐらい、年プラスぐらいかな。うん。なのでね、ちょっとお金貯めてから家具建てようかな、っていうところですね。やっと準備が整いました。やばいな、これ。板ないから補修が手回ってないな。板すげえ作んねえと。はい、というとこですね。まあ、石の壁取っ払ったんですけど、ここの牧場逃げまくりだけどね、いろいろと。余計逃げてますね。まあいいけど。はい、っていうようなところですかね。で、本日はまあこんなところかな。うん。まあ次回からね、ちょっと、この辺のですね、防御面。何をどうしていくのかちょっと決めていきたいかな、考えてやっていきたいかなというところですね。いやー、400人で綺麗に回りますね。あと家具ぐらいはなんとかなるかな。多分酒場も今できたばっかだからね、ビールが入ってないだけで。ビールが行き渡れば、この辺も幸福度もね、良くなるかな。娯楽、まあ贅沢品家具か。壺はこの前買いましたね。はい。というところですね。そうすればね、みんな、幸福度が上がればね、頑張って働いてくれるんで、いろいろな作業が早く済むかな、というところ。まあ、ただ待ってるんだとあれなんでね、この辺の平坦化でも、あ、そっか。今、大工ダメなんだ。足りねえんだ。平坦化は、まあ、少しずつやりながら、何か壁でも、どうするかね、っていうところをね、やっていこうかな。はい。それでは、今日はこんなところですかね。うん。やっと、今日まあまあやりましたよ、まあまあ。はい、じゃあそんなところでございました。いよいよ大詰め。
こちらのプチ要塞の防御面、どうして、どういう風に何作ろうかな。もしね、何かいい案がございましたら、皆様コメントいただけると幸いです。まあ、ちょっとね、間に合うかわかんないけども。まあ、皆様からのご参考も、意見をご参考にさせていただきながら作るのもありかなと思います。うん。はい、それでは今回の動画が面白かった。いよいよティア4上がりまして、プチ要塞の防御面最終段階、ちょっと楽しみだなと少しでも思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。